はい、どうも、たけるなゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回は、こちら、プロスペースやっていきたいと思います。いや、前回ね、まあ、柳田選手をね、見事ね、ミキサーでね、当てることができて、まあね、皆さんからいろいろコメントもいただきました。ありがとうございます。ということで、今回は、TS ですね、タイムスリップセレクション10連で、まあ、30連引けば S 確定が来たので、まあ、今回はこちら引いていこうかなと思います。はい、ということで、今回はですね、現役でまだ、普通にいる選手も、まあ、違う球団、前いた球団で登場したりしてます。井口だったりとか、まあ、あと中島だったりとかね、いろいろ、そういうの、現役、まだ現役でやってる選手とかも、普通に TS で出てきております。まあ、今回は、まあ、誰が欲しいかなというところで、まあ、考えたんですけど、まあ、福浦選手とか、あとは、伊藤選手、こっちじゃなかった。伊藤選手ね。このスライダーめっちゃ曲がるね、伊藤選手だったりとか、が欲しいかな。まあ、あと、超アーティストが確かついてる中島選手も、まあ、結構いいかなという感じですかね。まあ、そこら辺が当てられたらいいかなと思います。で、あとは、この30連引いてるうちにね、まあ、何人か、ね、S 出てくれれば、ターニングポイントのイベントのボーナスもついてくるので、まあ、こちらもね、なかなか期待したいところでございます。まあ、本当はね引かない予定だったんだけど、ツイッターでも見逃しますって言ったんだけど、まあ、やっぱイベントもあるのにね、やった方がいいかなと。お、来た、いきなり S ランク、やった方がいいかなというので、まあ引いてみます。まあ現役選手とかが出てもすごく嬉しいですね。誰だ、わからない。さあ楽しみですね。さあ何人出るのか。あ、こっちの中島出た。はい、オリックスの方ね。さあ誰ですか。お、村田、オッケー、村田は。お、また来た。おえ、マジか。これはなんか、これはまた別です、別の意味です。すごい、村田は普通に嬉しいですね。パワー A で行くんで、でミートも結構あるんで、今あの江藤選手を使ってるんですけど、うん、まあ、走力は村田選手の方が低いんですけど、あのミートは、村田選手の方が高いんで、まあ、ちょっと限界突破もどうせこっちでS ランク2人出ちゃったんでできるんで、まあ、ちょっと村田選手に交代する可能性はありますね。守備能力は一緒なんで。はい、ということで普通に嬉しいですね。まあ、でもアーチストとパワーヒッターっていうので、まあ、ちょっと違いありますけど、まあ、そこら辺はいろいろ使ってみて考えようかなと思います。20連目、さあさあ、前回の TS 僕が引いた時は S3 人出ましたね。まあ、この調子でいけば3人は確定という感じですね。さあ誰でしょう。まあ、今回は A だけかな。今 A 演出出たっけ。ちょっともう忘れちゃったっていう。これ絶対 A はある。 B も出る。あ、全部 B っていうこともある。あ、田中選手ね。絶対これは A なんだ。 なのか。ちょっと待って、見てなかった。あ、絶対 A っていうわけではないですね。では次、S 確定引いていきたいと思います。いきましょう。さあ、現役選手でも普通に嬉しい。先発とか欲しいからね。炎かな。はい、炎つきました。さあお願いします。ん、誰、現役それとも TS を振る。さあ気になる。お、村田の A 来ましたね。これは嬉しいですね。これ限界突破できるんで、もう村田使おうかな。お、尾形、あ、これはいい、普通に言う尾形選手、これはねすごくいい。守備能力全部 B なんで、センター B なんだけど、レフトも B、 ライトも B ということで、これはまあレフトで使おうかなとか考えてます。まあ、T 岡田と変えるか買えないかはちょっといろいろ悩みどころですね。まあ T 岡田の方が弾道は高いっていうのが多分あるので、まあいろいろとちょっと考えようかなと思います。打撃に関しては、うん、ミートはね尾形選手の方が高かったと思いますし、あ、こっちで見ればいいか。はい、78、72、77、走力もこっちの方がいいしね。まあ守備能力もこっちの方がいいんで、まあちょっとこれも変えるかもしれないですね。はい、で村田選手ね、ほら、ミート75、パワー82、走力は56と、ちょっと低めですね。で、こんだけだけ出たのは、ですよね。
また3人も出たね。 STS の時めっちゃ出るんだけど、新しい順で S ランクでいいよ。はいはいですね。村田尾形ということで、村田選手が2人出ましたね。まあちょっと限界突破もね、2回は確定でできるようになって、まああとイベントの報酬とかでも A ランク自チームとかあるんで、まあそこでもまあ引いて限界突破でもできますし、なかなかいい引きだったんじゃないかなと思います。皆さんもぜひぜひ30連ぜひ引いてみてください。ということで、以上たくみでした。じゃあね。